42ストラカレーシングストラカドーム S103 ドーム S103 はドームがルマン24時間レースに LMP2 クラスで参戦するチームへの販売を目的に開発されたクローズドボディのプロトタイプレーシングカーである。チーフデザイナーはユチヒロシ。なお、正式にはストラカドーム S103 日産として登録されており、イギリスのレーシングチームであった。 ストラッカレーシングが、このレーシングカーの開発における資金を提供した、ことによる、ルマンプロトタイプ LMP2 で、フランス西部自動車クラブ、国際自動車連盟ルマンプロトタイプ LMP2、規制に準拠。この車はもともと、FIA 世界耐久選手権、ヨーロピアン、ルマンシリーズ、アジアン、ルマンシリーズ、国際モータースポーツ協会公認のウェザーテック、 スポーツカー選手権での使用に適合だった。2017年のクラスのルール変更で、この車は WEC、ウェザーテック、スポーツカー選手権、エルムズで使用する資格がなくなる。ただし、アスルムズの LMP に、アムクラスでは引き続き使用できた。2013年5月、ドームは S102.5 からの流れを受け継ぎ、2014年からの LMP1、 のの新規にに合わせたた s の開発に着手したことを発表したこの車の最初のコンセプトスケッチはオンラインでリリースされた。この車は2014年の LMP1 と LMP2 の両方の技術規制に適合していると発表され、日本の風流車の50%スケールの風道モデルとともに数値流体力学で開発された。 2013年11月27日、ドームはストラッカレーシングとタッグを組むと発表。LMP に低コストの装いでドーム S103 を共同で開発、販売、レースすること、自動車がストラッカドーム S103 として知られるようになる長期パートナーシップに合意。2013年11月、ストラッカレーシングは当時 LMP2 で優勢であった。 日産の VK45 でエンジンを採用し、搭載することも発表された。2013年3月24日、ストラッカレーシングは、ターウェストン飛行場で、ジョニー・ケインとダニー・ワッツとで最初のシェイクダウンを行う。これは2014年 FIA 世界耐久選手権の第1ラウンドである、シルバーストーン6時間での車のデビュー直前であった。2014年には、 LMP2 クラスにエントリーし参戦するものと思われていたが、2014年4月15日、チームの代表、ニック・レベンティスは開発が進まない問題と車の走行不足により、2014FIA 世界耐久選手権の最初の2ラウンドを欠場すると発表。車はもともとルマンでデビューする予定だったが、ルマン公式テストデーでのクラッシュによりこれもその後にキャンセルされた。 その後、車の後部形状の大幅な改定、及び部品の到着までの長いリードタイムとともに、さらに、テストプログラムを完了するために2014年は、テストと開発に専念するとした。最終的に、サンパウロ6時間レースで計画されたデビューも失敗し、車のヘッドレストとのホモロゲーションの問題により、意図したデビューの準備テストでうまく走っていたにも、かかわらず、 車はレースを欠場。なお車はハンガロリンクで 3500km をカバーしていた。2015年シルバーストーン6時間での車のデビューに先立って自動車はモーターランドアラゴンでテストを受け 4000km 以上の走行を完了。その後、2015年3月26日にポールリカールサーキットで行われた FIAWEC プロローグで発表された。 グランドキャニオンと称するフロントノーズと FR フェンダーの谷間に空気を流し込み FR ディフューザーで使った空気の流れを後方で再活用するというコンセプトで車両レイアウトが行われておりドライバー着座位置を大きく後退して縦に薄いノーズコーンを特徴としているまたグランドキャニオンから導かれた気流を制御するために 通常の LMP2 と比較すると非常に多くのフィンが用いられており、位置のような気の使いようであるが、耐久レースに重要なサバイバル性については割り切った作りをしている。車が直面する数多くのテストとホモロゲーションの適合問題により、ホモロゲーション申請を見送りレースを欠場。2015年、LMP2 クラスに参戦し、開幕戦のシルバーストン6時間では、 決勝4位でゴール。その後、最終的に3位で終えた30テキーラパトロンイザムが、レース後の車検で出格したため、3位に繰り上がる。この車は、スパフラン・コルシャン6時間で予選7位、決勝は5位でフィニッシュした。しかし、ルマンでは、他の LMP 車両に渦もれてしまい、決勝は、ギアボックスのトラブルでリタイアした。タイヤは当初、ミシュランの使用をしていたものの、 ルマンの直前でダンロップに変更しており、ルマンでの失速は十分にタイヤテストを行っていなかったことが原因の一つと考えられる。その後、ストラッカレーシングは参戦車両をギブソンにスイッチ。その後、使用車両のギブソン 01S の優位性から、チームは2017年に提案された LMP1 プロジェクトの開発者として使用することを選択。しかしその後、 LMP1 プロジェクトはチームによって棚上げされ、競争に復帰することはなく、S103 は、ルマンの出走を最後に、レースでの役目を終えた。WEC、ニューイヤー、ニューレギュレーションズ 4LMP2。フェデレーションインターナショナルで得るオートモビル。2018年12月12日、閲覧。FIAWEC、2017LMP2、レギュレーションズ。 キーポイント d a i l y s p o r t s c a r ドットコム www ドット d a i l y s p o r t s c a r ドットコム二千十八年十二月十二日閲覧 ACO レビールズ二千十七 LMP にレギュレーションディテールズ www ドットモータースポーツドットコム二千十八年十二月十二日閲覧ドーム LMP1-2 用 S103 の開発開始。イラストも公開。オートスポートウェブ2020年1月15日閲覧。サムドーム S103 デザインリビールド。レースカーエンジニアリング2018年12月12日閲覧。ドームスターツディベロッピングドーム S103。www.dome.co.jp。 2018年12月12日閲覧。ワトキンス、WEC ニュース、ドーム SLMP1 プロトタイプ、セット2、ゲットグリーンライト42014、autosport.com。2018年12月12日閲覧。ストラカ、レーシングフォームズロングタームパートナーシップウィズドーム。www.motorsports.com。 2018年12月12日閲覧。ストラカとドームがタッグ。WEC の LMP に参戦へ。オートスポートウェブ。2020年1月15日閲覧。ストラカカンファームズドームパートナーシップ。クラッシュ。2018年12月12日閲覧。サクセスフル。ロールアートフォーニュース。ストラカドーム S103LMP に。カー。 www.motorsports.com 2018年12月12日閲覧。ストラカ2ディレイ LMP2 ドームデビュークラッシュ2018年12月12日閲覧。ザストラカドーム S103 コンティニューズイッツデベロップメント LEMANS.org 2018年12月12日閲覧。 ワトキンス、ストラカドーム LMP ニューイズドロースフロム2014、レマンズ24にアワーズ、a u t o s p o, o r t c o m 2018年12月12日閲覧。ストラカコンファームインターラゴス、デビューフォードーム S103LMP 2 DAILYSPOORTSCAR.com。 www.dailysportscar.com2018 年12月12日閲覧ダギスストラカドームコンティニューズテストプログラムスポーツカー 365sportscar365.com2018 年12月12日閲覧ストラカドームルマン24時間の参戦を取り消し オートスポートウェブ、2020年1月15日閲覧。ダギス、ストラカドーム S103 ディレードアンティル2015、スポーツカー365、SPORTSCAR365.com、2018年12月12日閲覧。ストラカドーム S103LMP2、カーデビューディレードアンティル2015、ニュースパワードバイシジア案、2018年12月12日、 閲覧。ストラカレーシング、S ドームコンプレッツファーストテストオブ2015。ニュースパワードバ外指示案。2018年12月12日。閲覧。ストラカドーム S103 ローンチド DAILYSPORTSCAR.com。wwww.DAILYSPORTSCAR.com。2018年12月12日閲覧。 3A ムックルマン24時間 20153A 処方モーターハンフェスサツルマン WEC のテクノロジー 20153A 処方ストラカレーシングクレイムスフォースインドーム S103 レースデビュー www.motorsports.com2018 年12月12日閲覧イザム WEC 開幕戦は失格ドーム S103 が3位に オートスポートウェブ、2020年1月15日閲覧。ストラカレーシングクレイムスフォースインドーム S103、レースデビュー。www.motorsports.com。2018年12月12日閲覧。30テキーラパトロンイザム、HPDX クルーデットフロムポディウムフィニッシュ DAILYSPORTSCAR.com。 www.dailysportscar.com2018 年12月12日閲覧 f i a w e c 6 h o u r s o f s p a フランチャ d c h a, a m p、e、s q u a l i f y i f i a w e c a l k a m e l s y s t e m s c o m 2 0 1 8年12月12日閲覧 fiawec6hoursofsp. a フランチャーチャンプスレース。fiawec.alkameelsystems.com。2018年12月12日閲覧。ストラッカドーム、ダンロップタイヤへスイッチ。オートスポートウェブ。2020年1月15日閲覧。ストラッカレーシングゴーイングフォワードウィズギブソン。lemans.org。2018年12月12日。 閲覧。ラットブルック、ストラカローンチズ 2017LMP1、プロジェクトフォーワールドエンデュランスチャンピオンシップ。AUTOSPOORT.com。2019年8月11日閲覧。プロポーズドニュース、ストラカグリーブス LMP1、プライバティアプログラムズ、ヒットザバファース DAILYSPOORTSCAR.com。 www.dailysportscar.com2019 年8月11日閲覧ストラッカドーム S103 からスイッチ LMP1 に活用オートスポートウェブ2020年1月15日閲覧ありがとうございます